とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、本日タワー更新となっておりまして、後半戦に行きましょう。23回から30回までですね。前半が結構簡単だったので、後半どうなるのでしょうか。コグクロスを変えて、どうしようかな。変えなくても良さそうなのよね。流れ込む魂で回復役にすればいいんで。いやー、もう火力特化でいこう。火力だ。うん。マルチショットいいね。相性がいいよ。あー、ちょっと待て。虚無位置入れとけ。運よくね、2倍ダメージを出していければ、ラッキーなので。お、マグマキューブ。嫌いなんだよね、マグマキューブ。危ない。あ、結構敵の数がえぐめだね。危ねえって。よし、オッケーオッケー。よっしゃ。おいおい、ジャンプで避けやがった。終わり？はい、いけ。おお、こっち敵多いな。敵多い、本当に。どうした？よし、マグマキューブ多めだね、ここ。火力高いよ。終わり？23回。あ、まあまあ、クリーパーとかも多いので、ちょっと注意しなきゃいけないのかな。うん、さすがに連続で食らうとやばそう。い、欲しいな。いや、でもいいか。うん、闇のアーマー良さそうだけどね。いい、このままいきます。最終的にはスパイダーにしようか。あ、やっべ、ちょっと待って待って、あっぶね、あっぶな。ちょっと待って待って、偉いやつがおるぞ。どこだ、上かい。めんどくせえな、あいつ。よし、オッケー。めんどくさ、あいつ。先倒そう。嫌なやつ。まだいるの。で、これで押し、あー、あっちにいるか。終わり？めんどくさい、24回。あーか、変えてってもいいな。変えます。うん、そろそろ武器攻撃力も上げていい頃でしょう。どっちから出る？そっちからか。ちっちゃちっちゃ。そんなことある？もう出ないの？あとあとなんかね、徐々に湧いてくるやつとかあるから、先に倒しておきたいよね。よし、終わり。うんうん、問題なし。いいね、マルチショット相性がいいわ。 OK、 行こう。そんなにいないね、敵。あ、でも火力高いな。敵の火力がなんか若干高めです。まだ出んの？ちょっと敵出すぎじゃない？あとあとやたら湧くんだけど。
終わりじゃないな。まだいる？うわ、まだ全然いるじゃん。やっべ、まだ、いや敵多いよここ本当に。わあ、25回クリアで敵が多い。うん、し火力が高いからやられないように結構注意しないといけませんね。いや HP は十分あんのよ。でもまあ軽減だよね。軽減がないので、うん、さっきあった闇のアーマーの方が良かったか。なるほどね。あんでここか。26回行きまーす。じゃあ何が来る？危ねえ。クリーパーほんと注意しよう。違うんかい。シルバーフィッシュだけ強いやつはなんか先に出てほしいな。あ、クリーパーだらけだな。クリーパーだらけですよ。 OK 終わり。いや、まだまだまだ、ちょっと待って、危ねえ。あっつね、やたら食らうぞ。うん、いや軽減がないやつだったら8割持っていかれるね。次は何が出る？スノー。あー、でもね、軽減はあるけど炎茶が良くないんだ。そのまんま行きます。うん、これ闇のアーマーでも良かったかもね。HP は若干減るんだけども、うーん、クールダウン入ってるので、おーい。マジか。いや、待って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 、これはまずいぜ。なかなかの感じだ。マジでか。あぶねえあぶねえあぶねえ。多すぎる多すぎる、ここは多すぎるって。あっぶな。タワーレイス多すぎ問題すんごいぞここ。オッケー、なこれ下手したらマジでやられるわこれ。終わり。おーし、あ、27階はちょっと注意ですね。うん、ここは、あー、でもポーションバリアあった方が良かったか。なるほどね。なかなか装備選びが今回難しいよ。いらないかな。うん、行きましょう。何をあげるか。これだろ？ね？スパイダーにしよう。あー、いやー、でも火力の方が良かったか。コグを118まで上げても良かったかもね。あ、これエンチャ俺入れてなかったじゃん。エンチャ入れてないじゃん。まあまあまあ、エーリの、そうね、次の雑魚戦は重力あった方がいいけども、まあいいや、雷入れとけ。おお、ここの報酬でなんかいい武器出てきてくれたら、まあ、それに変えてもいいしね。さあ、ここはどうだ。おお、なるほど、いけ。あそこタワーガードを愛のメダルして飛ませるっていうのも良さそうね。 OK いったね。まだ、まあ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 、まだ来るけども、そう大したやつではない。まだか。いや、でもこれで終わり。よし。
スや。いやー余裕。報酬なんだろうね。報酬。ああ全部良くない。いらんね。いきまーす。エンチャポイントだいぶ余ってるよ。でも入れるやつ別にないんだな。こういうやつとか入れとけ。はい、行きます。何が来る、何が来るかい。 OK、 ノービー。いや、余裕でしょ、余裕じゃん。簡単すぎ。うん、今回のタワー、楽勝ですね。でも周回はねちょっとかかる。前回が30回だったんだけども23分ぐらいで行けたのよ。今回30分かかるね。うん、30分31分とか。あー、ちょっと周回難しいかな。最後に報酬見て終わります。なんだ、呪いの、いや持ってるんだよな。ストームランダーも弱いしね。あー使える使える使えるんだけども、重力のハンマーの方が強いんだ。これ重力のハンマーの介護官なんだよね、ストームランダーは。緑のローブ、はい、無謀1ダメ。呪いの斧、おお下は素晴らしいね。リフレッシュ、虚無、クリティカル。あ、重力とかつきそう。この斧はね、重力いらないんだ。旋風2か。ダメです。いらない。斧に旋風ってあんまり合わない気するんだよね。はい。ということで、新しいタワー、初見クリアできました。簡単だね。途中、後半がちょっと難しいとこもあったんだけども、まあ、問題なくいけるかと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。